クキャストはスマートフォン用の P2P 型の暗号化インスタントメッセンジャーである。無料通話、メッセージングの他にライブブロードキャスティングの機能を持つ。日本のアプリ開発会社 BTD スタジオが開発、提供している。2016年9月16日に iOS 版がリリースされ、Android 版はベータ版が2016年9月9日にリリースされた。2018年3月22日に Android もリリース版が公開された。リンクキャストはプライバシーとセキュリティを重視するとの方針を持ち、メッセージ、ストリーミングデータのすべてを重度に暗号化している。メッセンジャーに多く用いられる共通鍵暗号方式ではなく、当初は RSA1024、2048、4096による鍵交換を行っていたが、2017年2月にECDに変更された。データ暗号化については AES-256-CFB を採用している。グループチャットを含めすべての通信はデフォルトで暗号化され、非暗号の通信を選ぶオプションはない。また、通信方式に P2P を採用しているため、原理的にメッセージログはサーバに保存されず、端末内にしかログが存在しない。アドレス帳をネットワーク上のサーバにアップロードする仕組みはなく、ネットワークを経由して端末同士で認証を行う承認制のフレンド機能がある。P2P ではあるが、送受信側のどちらかがアプリを起動していなくても、メッセージ、画像、ファイル、ボイスコールなどすべて送受信が可能である。UDP を使用した P2P を採用しているが、すべてのノードが常に接続された状態で、通信の応答待ちを行う待機型 P2P ではなく、必要な時にのみ接続するプル型の P2P であり、P2P の帯域消費問題はなく、データ通信量は少ない。区切られたノード集合同士が効率的に通信を行う仕様であり、最短遅延、最小帯域で制御するモバイル通信専用に開発したノードの形成アルゴリズムを使用している。前述の特徴に加え、ありがとうございます。